はぁ、あ、おい、どうしたんだ、大きなため息なんか漏らして、リアルにお漏らししちゃったとか。そうそう、お漏らしし。って、お漏らしなんかしないわよ。ごめん、少しからかったんだぜ。で、一体何があったんだ。この前実家に帰ったのよ。実家に帰るなんて、親戚に不幸とかあったのか。いいえ、かれこれしばらく実家に帰っていないから、久しぶりに帰ってみたの。で、そこで何かあったということか。実家に帰るなんて、そうそうないことだから、いい気分転換にでもなったんじゃないか。実家に帰って親戚の人たちに久しぶりに挨拶にでも行こうとしたんだけど、親戚のほとんどがインフルエンザになっていて、挨拶どころじゃなかったのよ。つまり、実家に帰ったのに特に何をするわけでもなく帰ってきたということでため息をついたということか。でも、親戚のうち一人だけインフルエンザにならなかった人がいて、その人が、まあ、強烈な人だったんだわ。どれくらい強烈だったんだ。そろそろ親戚の人が来るって聞いていたけど。あ、来たみたいね、どうぞー。はい、ハロー。誰?いやー、おいさんだけインフルの脅威から逃れたの。なに、このいかついハゲ親父は。まさか。こっちの世界の人ではない。よー、あのレイムちゃんかい。レイムちゃん。はい、そうですけど。そうかい、ルーのこといろいろ聞いているよ。言うて。あはは、緊張しているのかい。初々しいよ。そう見えますか。はははははは、あのは、最後に会ったのは、いつだったかな。ははのは。さあ、いつだったかしらね。ははー、おいさんもいつだったか覚えていないっすわ。ははは。違う、レイムちゃん、こうなるの。はははは、あのは。はははは、あのは。いいね、サンキュー。帰りたい。お、そんだ、レイムちゃん。おいさんの特技、ルーノー。いえ、I don't know。なんだって。いや、あの、だから、I don't know。 ん?なんだって。まあ、いいや、おいさんの特技は、ひゃはー、リスイズイスー。そう見ての通り、このショッピングカートに乗ることなのだ。いくぜ、1、2、3、ひゃはー。おー、思った以上にアスファルトの照り返しがきついぜ。顔がガリガリに滑って上がるぜ。レア。リスイズイス。確かに強烈なグラサン変態親父だったようだぜ。もう、しばらくは実家に帰りたくないの。ああ、しばらく帰るのやめとくのがいいと思うんだぜ。いや、来月にもまた来いって言われてしまったの。そりゃお気の毒に。ため息も出るのもわかるんだぜ。